猫と日本語。猫和日语。Cats and Japanese。初級の文型。Sentence patterns for beginners。この T シャツはいくらですか ？How much is this T-shirt？ 皆さん、こんにちは。さくらです。一緒に文型を勉強しましょう。基本の会話。この消しゴムはいくらですか ？How much is this eraser？ 100円です。It's 100 yen。この T シャツは安いです。This T-shirt is cheap。この帽子は高いですか ？Is this hat expensive？ いいえ、安いです。No, it's cheap。お釣りはいくらですか ？How much is the change？ 7000円です。It's 7000 yen。品種の説明。この消しゴムはいくらですか ？How much is this eraser？ このこれは連体紙です。話者から近いものや人を修飾します。消しゴム。これは名詞です。わ。これは主題を表す副助詞です。いくら。これは数値です。数量や物の値段を問う言葉です。です。これは文章を丁寧な言い回しにする助動詞です。か。これは疑問文を作る終助詞です。この T シャツは安いです。This T-shirt is inexpensive。この。これは連体詞です。話者から近いものや人を修飾します。T シャツ。これは名詞です。わ。これは主題を表す副助詞です。安い。これは形容詞です。これは辞書形という基本の形です。です。これは文章を丁寧な言い回しにする助動詞です。物の値段の尋ね方。はいくらですか ？How much is？ 値段を知りたいものをはの前に入れます。ハサミはいくらですか ？How much is the scissors？ ペンケースはいくらですか ？How much is the pencil case？値段の答えか値段の答え円は日本の通貨単位です。価格を表すには数字の後に円をつけます。円です。It's yen。300円です。It's 300 yen。500円です。It's 500 yen。形容詞について。形容詞とは、物や人の性質や状態を表す品詞です。日本語の形容詞には活用があります。日本語の形容詞を活用の形で分類すると、2種類あります。それは、形容詞とな、形容詞です。高い。変な。形容詞が連体形の形であるとき、語尾がい、になるのがい形容詞、語尾がな、になるのがな形容詞です。連体形とは、形容詞や動詞が名詞を修飾するときの形を言います。Expensive shoes. 高い靴。Strange shoes. 変な靴。今回は形容詞を述語として使う、形容詞述語文について説明します。数値や価格、物の位置が基準より上にある。高い。高い。基本的な形容詞述語文を確認してみましょう。この靴は高いです。These shoes are expensive. この靴。These shoes. は、の前には主題が置かれます。次に形容詞の辞書形が置かれます。高い。Expensive. 形容詞の後ろには助動詞ですが置かれます。この例文で使われているのは、い、形容詞です。な、形容詞を使った形容詞述語文も確認しましょう。通常と違う、奇妙な、変な、変な。な、形容詞は述語として使うときは、辞書形を使います。な、はつきません。この靴は変です。These shoes are strange.清潔な、美しい、清らかな、整頓された、綺麗な、綺麗な。このスカートは綺麗です。
This skirt is beautiful. 外観が洗練されている様子。おしゃれな。おしゃれな。この靴下はおしゃれです。These socks are fashionable. 硬くない。しなやかである。柔らかい。柔らかい。このコートは柔らかいです。This coat is soft. 見栄えが良い。態度や行動に好感が持てる。クール。かっこいい。かっこいい。この帽子はかっこいいです。This hat is cool. これで今日の授業は終わりです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。またお会いできることを楽しみにしています。さようなら。また会いましょう。